どうもアラヤンです。今日はファイナルファンタジー5ピクセルリマスターで効率よく経験値 ABP お金を稼ぎたい皆様に次元の狭間で効率の良い狩り場をお送りしたいと思います。これからご紹介する方法でレベルやジョブレベルを上げれば効率よくラストダンジョンを進めることができます。それでは参りましょう。はじめにご紹介する場所はここ、次元城です。この次元城の中のある特定のエリアで現れるモンスターは非常に高い経験値を持っていますので、効率よくレベルを上げるのに向いている場所といえます。まずは下準備です。アビリティ、モノマネが使えるキャラクターを3人と、刀装備、召喚レベル4、トンズラが使えるキャラクターを用意します。可能であれば召喚レベル5がある方がより効率が良くなりますので準備しましょう。召喚をセットするキャラクターには召喚とトンズラの2つのアビリティをセットするために私はすっぴんを選んでいます。モノマネをセットする3人のキャラクターはアビリティモノマネだけをセットしてもいいのですが、ジョブをモノマネ師にして青魔法と先制攻撃をつけることでより効率よく経験値稼ぎを回すことができます。この方法は後ほどご紹介します。装備を準備するのは召喚を使うキャラクターだけで問題ありません。戦闘開始とともに真っ先に自分のターンが回ってくる特殊武器正宗、それと魔法の消費 MP が半分になる金の髪飾りを装備しましょう。召喚を使うキャラクターは並び替えで先頭に持ってくることで先制攻撃発生時にいち早く行動できるようになりますので、より効率的ですね。それでは経験値稼ぎを実践してみます。今回経験値を稼ぐ場所は次元城王の間、ボスハリカルナッソスと戦ったこの場所です。この部屋にある左側の扉を抜けた先、小さな小部屋がありますが、この中でエンカウントする鉄巨人というモンスターを狙います。ただしこの場所では他のモンスターもエンカウントすることがありますので、鉄巨人以外のモンスターがエンカウントした時はトンズラで逃亡します。正宗を装備していますので真っ先に行動順が回ってきますから逃げるのは簡単ですよね。鉄巨人が出現するまでの間はオートモードでひたすらトンズラを続けてもいいでしょう。お目当ての鉄巨人が現れたら召喚オーディンを使います。鉄巨人には即死効果のある斬鉄剣が有効ですので、鉄巨人とオーディンは相性がいいですよね。あとは斬鉄剣が出るまで他のメンバーがモノマネを繰り返すだけです。1体撃破すると経験値は10,000、1人当たり2500の経験値が手に入ります。ファイナルファンタジー5の狩り場の中で最も効率の良い経験値稼ぎの狩り場といえばここで間違いないでしょう。鉄巨人は2体同時に出現することもあります。この時の経験値は20,000、1人当たりの経験値は5,000ですね。レベルカンストを目指す皆様には鉄巨人狩りは必ず通る道と言っても過言ではありません。ラストダンジョン突破にレベル不足を感じた皆様はぜひここでレベルを上げることをお勧めします。稀に逃げることができない
レッドドラゴンというモンスターが出現することがありますが、召喚獣オーディンや青魔法レベル3フレアで一気に型をつけてしまいましょう。最後にオーディンを使うための MP がなくなった時の対処法をお伝えしておきます。金の髪飾りを装備している状態でオーディンの本来の消費 MP である48をキャラクターの MP が下回った場合、半減した消費 MP である24を切らなければもう一度オーディンを使用することができます。ただし使用者本人のオーディンは発動せずに終わるのですが、次のキャラクターがモノマネをすることでオーディンは無理やり発動させることができます。この方法は一種のバグだと思います。今後のアップデートなどで修正が入る可能性がありますので、もう一つの方法もご紹介しておきます。もう一つの方法は非常に簡単です。モノマネを使っているメンバーの一人が青魔法融合で召喚を使っているメンバーの HP、MP を全回復します。融合を使ったキャラクターは戦闘不能になりますが、その後召喚フェニックスで蘇生します。これを繰り返すことで MP がなくなることはありませんよね。次にご紹介する場所はここ、次元の狭間ラストフロア2つ目の部屋です。ここでは経験値を獲得できない代わりに大きな ABP とお金を稼ぐことができます。まずは第一段階であるモノマネ師のアビリティ、モノマネを覚えるための ABP 稼ぎをご紹介します。最初に全員のジョブをモノマネ師にします。4人全員がモノマネを覚えるところから始めましょう。全員のジョブをモノマネ師にしたら、その中の一人に召喚レベル4以上と刀装備をセットします。他のメンバーは青魔法をセットし、空いているアビリティには先制攻撃や警戒をつけておくといいでしょう。召喚をセットしたキャラクターの装備は戦闘開始時に真っ先にターンが回ってくる特殊武器正宗、魔法の消費 MP が半分になる金の髪飾りをセットしましょう。持っていればゾンビパウダー対策として天使の指輪を装備しておくといいですね。それでは実践してみましょう。ここで狙うモンスターはムーバーです。ただしムーバーは出現率が非常に低く、なかなかエンカウントすることができませんので、他のモンスターも狙っていきます。ムーバー以外のモンスターが出現したらオーディンを召喚して斬鉄剣で一掃しましょう。1ターン目の召喚で斬鉄剣が出なかった場合には、残りのメンバーがモノマネをすることで斬鉄剣を引き当てるまで繰り返します。1回の戦闘で入手できる ABP は21から26、これだけでもかなり大きな ABP が取得できますよね。それではムーバー戦です。ムーバーには斬鉄剣の即死効果は効果がありません。ムーバーが出現したらオーディンの代わりにバハムートを使用することで一気に殲滅していきます。後続のメンバーがモノマネを使うのも他のモンスターと戦っている時と同様です。ムーバーは一定時間経過後に逃走してしまいますので、いち早く型をつける必要がありますよね。
1回の戦闘で入手できる ADP は199、入手できるお金は15万ギルですので、レアモンスターならではの稼ぎだと言えるでしょう。全員がモノマネ師のアビリティ、モノマネを覚えたら、それぞれジョブレベルを上げたいジョブに変更します。1人が召喚、残り3人がモノマネで、先ほどと同じように ADP を稼いでもいいんですが、私はムーバーだけを狙っていく方法をおすすめします。この場合は一番最初にターンが回ってくるメンバーにトンズラをつけて、残り3人には召喚、モノマネ、モノマネとアビリティをセットします。ムーバー以外のモンスターが出現したらトンズラで逃げるだけですね。ムーバーとの戦闘方法は同じです。召喚バハムート、モノマネ、モノマネ、これを繰り返すだけで逃走前にムーバーを撃破することができるでしょう。いかがだったでしょうか。皆様の素敵なファイナルファンタジー5ライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画がとても参考になったと思った方はチャンネル登録を、少しだけ試してみてもいいかなと思った方は高評価ボタンを押していただけると励みになります。じゃあ今回はこの辺で。お疲れ様でした。